広沢さねおみ、広沢さねおみ、広沢さねおみ、天保四年十二月二十九日明治四年一月九日は、日本の武士、長州藩士、政治家、署名は直春、正武、向山と合した、維新の実決の一人、正天独は、大久保利道、木戸高義と同等の千八百国で、長州藩の旗手であった。長州藩士、 カシ康ラヤの四、男として誕生する、幼名は、トシユキシ高下元年、1844年12月、同藩士、ハの名をただの婿養子となって、ハの金吾と称した。藩校、明林館に学び、カエ六年、1853年の、黒船来工事には、大森台場経営のために出張。安政六年、1859年には、 藩の軍政改革に参画するなど、尊上派として活躍した。以後、藩政士、毛利貞弘と共に受落し、桂小五郎や草加義介の下、京都爪の事務方として尽力した。源氏元年、1864年、長州藩は、金門の変、下関戦争、第一次成長と、役続きであったため、藩内の政権闘争で、主戦派、 主に正義派が、強順派、主に俗論派に敗れた結果、波野も投獄されたものの、正義派でなかったために処刑を免れた。慶応元年、1865年、高杉晋作や伊藤春介、山形京介ら正義派が、クーデターによって、藩の実権を掌握すると、中間派であった波野が、政務役として反省に参加することとなった。同年4月4日、判明によって、 広沢東江門と改名し、さらに翌月の5月6日には広沢平介と改名した。慶応2年、1866年8月末の第二次政庁の講和交渉では、幕府側の勝海舟と秋五福島にて交渉し、また、坂本龍馬や薩摩藩の五代西介と会談して、勝者時短化上昇作成するなど、木戸の代理人かつ同僚として奔走し、慶応3年、 1867年10月には、大久保利道らと共に、倒幕の密直の効果にも尽力するなど、倒幕活動を推進した。維新政府の発足後は、参与や海陸軍務係、東西大総督府参謀を務め、その後、内国事務係や京都府御用係、参議を歴任。母親戦争では、米沢藩の宮島誠一郎と会談して、藍津藩、 規制の終戦を立てさせるなど、木戸と同様に、観天論者であった。明治2年、1869年、復古行進として、木戸や奥保と同じ衛星6800国を賜り、民部、大助や三里の養殖を務めた。明治4年、1871年1月9日、東京府岡市町富士見町指定での宴会後の深夜、資角の襲撃によって暗殺された。 去年三十九、死後、肖像位を増医される。墓所は当初長州藩の母大寺であった芝区の清少寺に設けられたが、後に、世田谷の松陰神社の吉田松陰の墓所の近くに改装された。なお、墓所はブロック塀で囲まれており、立ち入ることはできない。明治十二年、1879年には、維新の功を称し、先に没死した木戸、 大久保の遺族と共に、広沢家は家族に列せられた。ちなみに、当時の家族は、旧藩主特言に限定されており、家族令制定以前に、この三霊を除いて氏族から家族に上ることはなかった。明治十七年、1884年、着死金次郎に伯爵が授けられた。広沢サネオミ日記は、キトや大久保の日記と並んで幕末維新史の一級資料として、 評価が高い。医師の検視によれば、傷は十三箇所で喉には三箇所の突き傷があった。犯行後、同室にいた目かけは捕獲されていたものの軽傷を負っただけで、現場の状況など不自然な点がたた見られた。横井湘南、大村増次郎に続く、維新政府要人の暗殺であり、広沢を厚く信頼していた明治天皇は、 賊を必ず上に帰よという犯人逮捕を督促する異例の招徴が発せられた。広沢家のカレと目掛けに対する過烈な捜査の結果、両者の密通や広沢家の資金流用の事実も判明した。明治8年、1875年には、売信員列席による裁判が行われたものの、結局、両者は無罪となり釈放された。多くの者が、 この暗殺事件を迷宮入りと観念する中、木戸高吉だけは捜査を督促し続けた。捜査に関しては、小川和都雲井達夫、その残党など、八十数名が暗殺の容疑者として取り調べられたもの、下手人の特定にさえ至らず、真相は今日に至るまで不明である。未解決事件であるため、暗殺の下手人、黒幕に関しては諸説あり、 維新政府を心よく思わない、旧幕府側の不平士族や旧幕府軍の残党によるものとする説が一般的である。同じ長州出身の高官である木戸と広沢の折り合いが悪かったとして、当時から木戸やそれを支援する大久保などが暗殺の黒幕であるとする説があった。しかし、当時政府の数曜士族、木戸高義、大久保利道、西郷隆盛、 板垣大介、山形有友たちは、廃藩置県の準備として御新兵を東京に集める、ため、また、次藩の反省改革をさらに推し進めるため、参議、広沢さねおらに、留守の東京を託して、次藩や京、大阪などにしばしば赴くという状態であり、必ずしも広沢と、木戸ら政府交換との折り合いが悪かったとは言えず、広沢の殺害を企わてたとは考えにくい。 なおこの2年前に襲撃されて死亡した、同じく、長州藩出身の大村益次郎の遭難の場合は、薩摩や長州の不平分子が関与していた。また、この事件の捜査の過程で新政府の外交方針の転換に反発した過激な上位派が同じ考えを持つ、公家や久留米藩を担ぎ出して、クーデターを計画した二強事件も発覚している。楽しく、ご覧になりましたら、 公読と良いです。クリックしてください。